医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会は2006年改正の薬事法の施行を前に国民が医薬品を適切に選択し適正に使用できる環境を整える国民的議論を行うために厚生労働大臣の指示において開催される検討会である。主な検討事項は既存の薬局、薬店の店舗では 医薬品の購入が困難な場合の対応策とインターネットなどを通じた医薬品販売のあり方である。2009年施行の平成18年改正薬事法に合わせて改正された薬事法施行規則によってインターネットを含む通信販売、郵送販売、配達販売が第三類医薬品に限定されることになり、風邪薬や漢方薬などが 通信販売負荷となるため、2008年秋に行われたパブリックコメントにおいて寄せられた意見の97%が規制に反対するものとなった。しかし、2009年2月6日の官報に掲載された省令は厚生労働省の当初案とほぼ同じもので、パブリックコメントに寄せられた2000通以上にも及ぶ多くの意見を無視する形となった。そのため、 ネット業界、長年にわたって郵送で漢方薬などを販売していた団体などが一斉に反発、マス厚生労働大臣の指示で検討会が開催されることとなった。一般用医薬品はすべて通信販売可能で、第一類医薬品については薬剤師が消費者からの相談に応じすることとなったが、劇薬や用指導医薬品は引き続き対面販売を義務付けられた。 2014年に薬事法及び薬剤司法が改正された。法の遵守状況、インターネット販売の相談を受率は6割を割り込んでいる。ありがとうございます。